はい、こんにちは、まるんぽチャンネルです。今日はですね、ちょっと長野県の方に行こうと思いまして、ちょっとね、ずっと走ってたんですけど、途中でね、なんちゃら清流公園みたいなね、標識が出てきて、あ、これ見たことあるというか聞いたことあるみたいなね、ちょっとコメントを YouTube かな Twitter かな、ちょっと忘れましたけど、そのコメントの方でぜひね、そちらの方に寄ってみてくださいみたいなね、はい、をいただいてて、まあ、それをちょっとね、走ってる時に思い出して、ちょっとそちらの方を急遽寄ろうかなと思ってます。昔なんやろ、日本昭和村みたいなのがねあって、まあ有料で入るような施設やったんですけど、そこがまあ平成30年かなんかになんか無料になって整えられて、まあ綺麗な公園になってるみたいです。あ、そうそうそう、岐阜清流里山公園ですね。はい、ちょっとね、そちらの方ですね、もう多分降りてすぐなんかな、はい、なんでちょっと行ってきます。はい、あ、もうすぐですねめっちゃ近い。できました、できました。あー、なるほど、めっちゃ広いな、なんじゃこれ。はい、こちらの方に、ね、車の方を止めました、まあ、道の駅に今着いたんですけど、まあご飯も何も考えてなくて、食材も買ってきてないんでね、ちょっと道の駅で食材を見たりとか、ちょっとね、レストランもあんのかな、はい、まあこれだけの規模やからあると思うんでね、ちょっとその辺も、はい、決めていきたいと思います。とりあえずね、見どころいっぱいありそうなんでね、そちらの方もちょっとね、はい、散策したいと思います。あ、何これ、アスレチックになってるのか、はい、なんかちょっとアスレチックになってるみたいですね。はい、ね、入り口の左の方ずっと上がっていくと、なんか足湯ができるところがあります。で、一応11時から17時までっていうことなんですけど、今日ちょっとね、なんか調子が悪くてお湯が出ないそうです。で、そのね、右側ですね、行くと里山の湯と言って、まあ、こちらの方は温泉ですね。はい、平日大人620円、土日祝大人720円という感じですね、里山の湯さん。はい、こちらの方はね、せっかくなんで今日入りたいと思います。はい、まあまた後ほどですね。で、さっきのこれなんですけど、なんか遊具に不具合が見つかって休止してますっていうことで、はい、まあ今ちょっとね、使えないみたいですね。せっかくやから登ったろうと思ったんですけどね、ちょっとね、足湯に続き残念ですが。道の駅のね、入り口のところにね、カフェがあったりとか、まあいろいろありますね、青空市場とか、まあ、この辺はね、ちょっと後ほど寄ってみたいと思います。なんだこれはなんか藁で作った真実の口、しかも5代目らしいです。手を入れたらなんかなのか、いい、とりあえず入れてみようか。てか行き止まりですね、これねはい、はい、案内図ですね。今なんかこの正面ゲートのところにいるみたいなんですけどね、めっちゃ広いですね、行くのが嫌になりますね。はい、どうしよう、まあとりあえず行けるとこまで行ってみます。はい、まあここからね、昔多分入園料が行ったと思うんですけど、入園無料っていう感じです。お、これを借りようかとね、自転車いいですねと思ったんですけど、公園内は使えないみたいです、残念。これ入り口に金魚いるんですけど、めっちゃでかないですか、やばい、でかでかすぎる。はい、門をくぐるとね、いきなり蚕の家っていうので、ちょっとなんか趣のある家があります。なんやろ、蚕の家ってことは昔蚕作ってたのかな、ちょっと、あ、やっぱりそうやな、シルクの可能性ということで書いてあるんで、すごいっすね。はい、まあこんな感じになってます。はい、蚕の家のね、隣の方にはこの彩り工房というのがあって、多分なんかなんちゃら体験みたいな、手作り体験みたいなやつですね。染色とかね、なんかいろいろ書いてますね、和紙体験とか、まあ、今日はちょっと平日なんでかわかんないですけど、やってないです。結構ね、なんか中にもカフェみたいなやつがね、いろいろあるんですけど、平日は比較的やっぱり休みみたいですね。
はい、こちらは農家レストラン山彦さんっていうねレストランがあるみたいです。まあ飛騨牛が食べれたりねなんかはいするみたいです。結構ねなんかワンちゃん連れの方も多くてすごくいいですね。なんか開放的で、ね、こういうテラス席とかも結構設けられてるんでねゆっくりとワンちゃんとねまあご家族で来てももちろんねゆっくりできると思います。はい、これなんやろ、芝居小屋と映像館昭和座って書いてますね。はい、まあなんか昔の映像が見れたりとかするんかな、昔懐かしのね。今日はちょっと閉まってます。閉まってばっかりやもん。なんかねところどころにこんなやつが貼ってあるんですよね。里山椎茸の森っていうことで、なんかねここの階段をずっと上登っていったらあるんかな。これ行くか行かんべきか、行ってしまってたら最悪やしな。まあとりあえずでもね皆さんにちょっとお伝えするために頑張って登ります。はい、ちょっと周りに人がいないんでねノーマスクで歩いてますけど結構しんどい開いてんのかなほんまに。まあでもなんやろな、いい運動にはなりますね。やっぱりキャンピングカーにずっと乗ってるとねなかなか観光地に行かないと歩かないんでね、足のよいしょ、あ、なんか見えてきました。はい、見えてきましたね、吾妻屋と奥にね里山椎茸の森ビニールハウス、え、なるほど、これは人がいるのか、僕の方に誰かいるけど。はい、着きました、里山椎茸の森さんですね。こちらの方はなんか前日までに電話とかインスタの DM あと LINE で予約が必要みたいです。はい、で今3月1日なんですけど、まあ、4月ぐらいからねちょっと収穫の方、今ちょっと停止してるみたいなので、まあ、収穫の方ができるということです。はい、ちょっとね今中、はい、許可いただいて撮らせていただいてますけど、こんな感じでねもっともっと多分いっぱい椎茸が芽が多分出てきてね、はい、それが収穫できるのがだいたい4月ぐらいみたいです。ぜひ来てください。はい、先ほどねご紹介させていただいた椎茸のとこなんですけど、なんか結構ね時期があるみたいで、まあ、4月からっていうことなんですけど、まあ、春はねだいたい4月から5月ぐらいみたいです。で秋が10月から、12月中旬ぐらいまでがこの収穫体験というかねができるみたい で、一番いいのはなんか11月ぐらいに新しい木をねこう変える、リニューアルするのかなみたいな感じで、一番椎茸の数も多くてね楽しめるそうです。はい、ぜひね、まあ、これファミリーで行った方が楽しいかもしれないですね。まあ、もちろん大人だけでもいいですけど、はい、行ってみてください。あー、しんど、降りよう。はい、今はここですね、なんか中腹のところまで来ました。この先ね、なんかアドベンチャーパークみたいな感じで書いてるんでね、はい、先に進んでいきたいと思います。結構なんかいろいろと、この団子屋さんって書いてるんですけど準備中ってなってたりとかしますね。平日あんまりね、ちょっとおすすめできないかもしれないです。土日の方がね、お店がたくさん開いててね、にぎわってるかと思います。なんだこれは、登り窯って書いてますね。あ、陶芸教室がね、多分これもう昔あったんやろな。はい、可愛らしい小さいトラクターがあったりね、あと炭焼き小屋、あ、陶芸教室あるやん。やっぱり土日祝やね、開催が60分1800円でね、はい、できたりとか、これはろくろを使ってなんかするんやね。絵付けだけやったら600円から1200円っていうことなんでね、はい、ぜひ。アドベンチャーパーク来ました。はい、中にちょっとお店があるみたいなんでね、はい、ちょっと覗いてきます。はい、奥の方に来るとね、こういう風なちょっと有料のね、アスレチックがあります。まあ、3500円だったり、2500円だったり、1000円だったり、まあ、それぞれね、パターンはあるみたいです。ジップラインは1500円まで。1500円までじゃ、1500円ですね。
デアリアルが2500円で3500円があって、あとスカイジャムっていうのは1000円ですね。はい、対象年齢がそれぞれ違うかな。あとはまあ体重がね、上のメガジップとヘアリアルは20キロから120キロまで。おお、いけるいける。楽勝でいける。はい、スカイジャムは、まあこれお子様用ですね。はい、30キロ未満までっていうことです。はい、こちらお蕎麦屋さんですね。はい、室内で食べれたりとかね、テラスの方、テラスっていうのかな、外でも食べれます。はい、かき揚げそば来ました。こんな感じ。はい、ちょっとあれやな、わさびがいっぱい。はい、ちょっとこっち置いて、じゃあいただきます。ここの席ね、後頭部にねエアコンがあって、頭エアコン直撃ですね。天ぷらもね、多分今揚げてくれてますね。うん、サクサク、うまっ。正直ね、あんまり期待してへんかったんだけど、うまい。うん、すぐなくなるわ、すぐなくなる。ごちそうさまでした。うまい。あのおそば屋さん、思ったより全然美味しかったっす。やられた。まあね、ラストオーダーは結構早めなんですよね。お昼しかやってないんで、平日は14時まで、で土日祝も14時半までなんで、まあ、気をつけてください。公園のこの最北端というのかな、はい、一番上の方まで登ってきました。はい、この奥はね、なんか牧場があったりするみたいなんですけど、はい、この橋の先ですよね。まあワンちゃんがね連れていけないので、そこだけちょっと気をつけてください。あとあそこにね、スワンボートとかレンタサイクルなんかもあります。はい、あいにくこちらもね、今日はちょっとお休みみたいなので、とりあえずね、里山ふれあい牧場に、せっかく上まで来たんでね、行きたいと思います。はい、向こうの方にね、お馬さん見えてきました。一応ね、こちらの方でなんか乗馬ができるみたいですね。はい、馬は1回800円、ポニーは500円。はい、ということで、まあ年齢制限とあと体重制限があって、はい、何これ、もう80キロまででも全然無理やん。もうあと20キロちょっと痩せなあかん。はい、ということで、まああと20キロちょっとね痩せた暁にはこちらにまた来たいなと思います。あと人参あげれるみたいですね、ワンカップ100円で。はい、今日はねちょっと馬を眺めながら、はい、乗るのは諦めたいと思います。山彦学校昭和パビリオンっていうのをちょっと見つけました。ちょっと中入ってみようかな。うん、すごい、めっちゃ昭和や。このオロナミンシートがすごいな。あ、すごい、何これ、ウォートサンディマツダ T600 っていうのかな。あー、すごいな、レトロな感じで。へー、これはちょっとね懐かしい感じでね、昭和生まれの私たちにはね、心がこうくすぐられるというか。すごい。まあさすがにあんなテレビはちょっとなかったけど、なんかああいう扇風機は見たことあるよね。うん、ラジオステレオやって、ああレコードとかもなんかあったよね。懐かしい。まあここまではあれやけど。へえ、
これは何やろ、お風呂かな、昔のね、うん、あとはこう子供部屋みたいな感じなのかな。あ、なんかこういうミシンあったな、昔こういう風に下にこうしまってあるやつ、これ家にもあったような気がする。トイレ、ボットン便所ね、なんか子供の時はよく見たような気がしますね。井戸もよく見たよね、最近あんまり見なくなってきます。すごっ、この階段の音よ。看板懐かしい。ああ、こういう駄菓子屋さんまだ昔あったな、ちっちゃい時。最近全然見なくなってね、あのイオンとかにね最近入ってますけど、懐かしいな。おばあちゃんがねそこに座っててね、はい、レコード屋さんやって、電気屋さん、面白い。うわ、このチャリンコ懐かしい。このね、あの段を変えるやつ、憧れの自転車やったもんな。なんか昔なんかお風呂でもらったような気がする。で、足届かへんくてこう乗ってて何回もこけたみたいなね。お、懐かしい。あのインベーダーゲームみたいなね、テーブルの喫茶店あったね。なんかインベーダーゲームかどうかは分からへんけど、なんかよく連れて行ってもらったような気がする。懐かしい。なるほど、顔のね、こういうのを見たら絶対顔は入れとかんとなんですからね。こんなん家にあった、こんな時計。カメラな、フィルム式のカメラな。時代は変わりましたね。ちょっとここはですね、ちょっと階段の音うるさいけど、あの一番ねこの公園の中で楽しかったんちゃうやろうか。ぜひぜひね、皆さんも来てね、ちょっと懐かしい感じをね、うるさいなもん。はい、楽しんでもらえたらと思います。めっちゃ楽しかった。おっさん一人でも遊べるからね。はい、入り口まで戻ってきました。ちょっとね、お土産というか、なんか食べるもんないか見てきます。結構いろいろ食べ物ありますね。うん、これはちょっと食材に困らなさそう。買ってね、車中飯でもしようかな、夜はね。はい、公園の方ね、ちょっといろいろと楽しんできました。で、入り口のところでね、あの最後ちょっと買い物をしてきたので、こちらの方はね夜ご飯にねしていきたいと思います。まあ車中飯をね作ろうと思ってます。はい、はい、ちょっとねもう夕方になってきたのでね、今から里山の湯かな、お風呂の方に入りたいと思います。はい、ちょっとお腹が空いてきたんでね、はい、ちょっとさっさとまあ、はい、ちょっとね温泉を楽しみながらさっさと行っていきたいと思います。では、はい、ということでお風呂上がってきました。結構ね、露天風呂がすごいなんかいい感じ、なんか細長くてね。で、泉質はね結構さっぱりした泉質で、まあこれは好みありますけどね、はい、っていう感じでした。ということで、ちょっとね早速お腹が空いてきたんで、はい、ご飯を食べたいと思います。まあ半袖なのでちょっと暑いなっていう感じで、はい、で先ほどねちょっと買い物してきたんですけど、実はですね、いろいろ見えて前から気になってたこのケイちゃん、多分ねこっちの人はもうみんなご存知だと思いますし、まあ、知ってる人たくさんいると思うんですけど、飛騨の味っていうことでね、はい、これをねちょっと食べたいなと思って、売ってるところの売り場かな、そこを見てたんですけど、このこれは売ってるんやけどキャベツが売ってへんくて、でたまたま隣にね青空市場みたいなのがあって、あのお店ですけどね、あの農協さんがやってるのかな、そこにねこの春キャベツがあったんで、はい、これもうすごい助かった、125円安い、しかも、はい、この2つをちょっと組み合わせの
して調理の方をしていきたいと思います、はい、とりあえず乾杯しましょう。はい、乾杯。うまっ。このケイちゃん入れていきます。よし、もうずっとね、もうケイちゃんの前で一袋でいいか二袋買うかむっちゃ迷ってたんですよ、ずっと不審者のようにでよく見たらね、これ1個で 2,3 人前って書いてあるから、まあ1個でいっかと思って1個にしました。まあダイエット中だしね。油引かんでいいって言ってたのに結構つくやん。火が通るまで焼く、まあ、最悪焼肉のタレをぶっ込んだらいいか。よし、これでちょっとねキャベツを、どうしよう、マルパパのご飯作ってくれる人募集中や。これでちょっと混ぜ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 さ、いけんのかこれ。なんかやっぱり肉の量少なないか。匂いはめっちゃうまそうなんやけどね。スイカのケイちゃんも閉まってるもんな、買いに行けへん。これ合ってんのかよ。岐阜の人に見られたらあれやな、小馬鹿にされそうやな。絶対出会ったらこの前やりましたねって言われそう。いやー、これ前からねちょっと気になってて、ほんまにねずっと食べたかったんですよ。なかなかでも機会がなくて、まあ、買えてよかったんやけど、これで合ってんのか。はい、なんかなんとなくできたような気がします。はい、食べよっかな。はい、ではいただきます。キャベツ多いな。いただきます。うんうん、うまいうまいうまい。うん、キャベツがね、春キャベツやからか分からへんけど柔らかい。やっぱり肉うまいわ。キャベツよりケイちゃんがうまい。はい、あとでね、この岐阜清流里山公園内で作られてるドブロックかっていうのを売ってたんですよ、この手作りドブロックで。はい、っていうことでちょっとねこちらの方もいただきたいと思います。甘いんかな、どうなんや。よいしょ、いただきます。ああ、なるほど、ちょっと酸味があって美味しいの。へえ、うんうんうん、美味しい。これはいける。なんかピーピーいますね。じゃーん。砂糖。はい、ちょっとね砂糖のご飯も一緒にねいただきたいと思います。熱っ。いい感じですね。
はい、今日はねちょっと三里、お腹減ってたんかな。でも昼そば食べたし、まあ、昼のおそばがもしかしたら呼び水にちょっとなっちゃってるかもしれないですけど、まあ今日はね一応チートデーっていうことで、一日ねどんだけ食べてもいいっていうリセットする日ですね、ダイエットをねっていう感じなので、はい、まあよしとしときましょう。美味しいな、ケイちゃんご飯進みますね。ちょっとダイエット中の人にはちょっとあまりおすすめできないかもしれない。食べました、三里、イエイ。はい、ということでね、今日食欲すごいな。まだだってラーメンとか行けそうやもんな。この何ケイちゃんめちゃくちゃ美味しかったですね。あのキャベツもりもりでも全然いいと思います。はい、キャベツそれこそあの半分ぐらいと、まあ、一袋で全然大丈夫。はい、ということでね、あの皆さんもこの岐阜のね方に来られたらぜひ買ってみてください。はい、ご飯ね食べたんでちょっとねこの糖の吸収を抑えるっていうね、これはい野菜ジュースの、はい、飲みたいと思います。まあ気休みやけど、なんか糖の吸収が抑えられてる気がする。はい、あと最後にねちょっとデザートを今日もいただきたいと思います。あの道の駅の方で買ってきたコヒルプリンっていうねプリンです。しかもクリームチーズ味っていうことで、なんかいろいろかぼちゃとクリームチーズとあとなんか固めっていうのがあったんですよ。はい、とりあえずねクリームチーズが残り1個っていうことでちょっと残り1個にね弱いっすよではいただきます。今考えたら結構固めが好きやったから固めも買っといてよかった。あー確かにクリームチーズやな、クリームチーズのプリン版みたいな感じ。固めが良かったかも。はい、ということでごちそうさまでした。はい、今回はですね、あの本当は長野に行こうと思ってたんやけど、たまたまね今回はね岐阜清流里山公園のあの看板というかね標識をこっちみたいなのを見かけたんで、そうそうたまたま頭の中にあのぜひここにも来てみてくださいみたいなねあのコメントを以前いただいてたのでね、はい、それを覚えてて、はい、寄ってみました。寄ってみるとね、これはもう、それこそ、ね、やっぱり子供から、ね、年配の方まで、かつ、ね、あの、ワンコまでね、楽しめる、まあ、素敵な公園だったんでね、ぜひぜひ皆さん、はい、寄ってみてください。でね、まあ、岐阜県民以外の方、ね、ぜひね、こちらのケイちゃん、あの、いっぱい種類あるんですよ。今回はねこのケイちゃんでしたけど、他の会社さんとかも結構作ってるやつがあのたくさん売ってるので、まあいろいろね食べ比べするのも面白いかもしれないですね。はい、ということで、はい、今回はこれで終わりです。はい、インスタ、ツイッターの方ですね、こちらの方概要欄の方に、URL を貼り付けてますので、ぜひねあのフォロー、いいねよろしくお願いします。あとですね、YouTube の方も、高評価と、あとまだ登録をされてない方、ぜひね、あの登録の方をよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。